雷を伴う。10マイル。
ビル、明日21時までに3マイル、南 1.5 メートル、あさって東の風15ノット、天気晴れ、時々曇り、全3マイル、あさって丸9時までに10マイル、南1.5 メートル、対馬海峡、今日から明日、南西の風20ノット、明日21時までに15ノット、天気晴れ、心により降り、全5マイル、心により 0.3 マイル以下、南1.5 メートル、明日丸9時までに1メートル、あさって南西の風15ノット、天気晴れ、心により降り、全5マイル、心により 0.3 マイル以下、南1メートル、旧暦6月27日月齢 26.4 日の出丸5時45分日の入り19時丸5分日の出丸2時19分日の入り17時丸2分明日の潮十字を長崎満潮丸5時30分18時57分干潮0時丸5分12時10分福江満潮丸5時37分19時丸6分干潮0時13分12時16分、伊豆原満潮丸6時40分19時42分干潮0時47分13時丸4分警報。長崎海上庁15日時観測17時40分発表、北海上海上濃霧警報、北海上ではところどころで濃い霧のため見通しが悪く、視線は 0.3 海里以下、福岡海上17時40分発表、対馬海峡海上濃霧警報、対馬海峡ではところどころで濃い霧のため見通しが悪く、視線は 0.3 海里以下、浸水区、遭難情報番号警報が14日22時丸5分、北緯31度50分、東経127度0分で受信された。ID は867-001-839-1は5年。航行警報、船舶艦貨物油積み替え作業、九州北岸福島北東方において、
600万トンのタンカーによる船舶艦貨物油積み替え作業が実施されている。8月14日丸8時30分から当分の間水域次の6地点により囲まれる海面北緯35度全分東経130度15分北緯34度35分東経130度15分北緯34度30分東経130度丸5分北緯34度30分東経129度45分北緯34度45分東経129度45分北緯35度全分東経129度35分作業が実施されている。3、8月17日から11月13日日の出から日没まで区域は北緯33度28分丸3.3秒